どうもーちでーす。今日はですね、クリスマスなので白玉とあんみつにプレゼントを買ってきました。それがこちら、カットチーズ。はい、これですね、おやつなんですけれども、この三角形にカットされてるチーズなんですよ。はい、これをクリスマスなので白玉とあんみつにはチーズをあげてみたいと思います。喜ぶかな。じゃあ、あげていきましょう。はい、じゃあまずですね、白玉にこちら三角形のチーズをあげてみたいと思います。なんだろうね、最近なんで動画撮影するとき白玉こんな感じなんだろう。眠いのかな、大丈夫か。お、ちょっと起きたかな。だいぶこれ綿が気に入ったみたいで、今部屋の中ですね、綿だらけなんですけれども、白玉ってこういう感じなんですよ。いつも寝るとき結構頭だけ出して寝ちゃってることが多くて、触ってもですね、そんな薄いんですよね、反応が。あんま嫌がるわけでもないんですけど、これまだ今日はね、まだ半目でまだ微妙に起きてるんですけど、完全に寝た時もですね、ほら、これ触ってもね、反応しないんだよね。さあ、こんなに熟睡している白玉なんですけれども、チーズを鼻の前にあげたらどうなるのか、ちょっと見てみましょう。まあ、クリスマスだからね。餌にはさすがに反応するんじゃないのかな。こちらの三角形のチーズですね、あげてみたいと思います。どうだろう、近づけるよ。お、反応した。はやっ、おーおーおー、はや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 。今寝てたよね、ちび。触っても起きなかったのに、おお、早い早い早い。すごいな。触っても全くこうやっても反応してくれなかったのに、餌を鼻に近づけた途端に大興奮し始めた。何このオンオフ、すごいね。このスイッチの入れ替えがすごい。お、食べてる食べてる、美味しそう。すごい美味しそうに食べてるね。口の中に入れて持ってっちゃうのかな。でもとりあえずちょっとかじって細かくしてるから食べてるのかな。結構家の中に持ってくときはそのまままるっと口の中入れちゃうんですよね。結構今なんか砕いて砕いて砕いて口の中に入れてるので、若干食べてるかもしれないですね。どうやらチーズは気に入ってくれたみたいですね。寝てても一瞬で白玉を起こすチーズ。すごいな。触っても全然起きないのに、寝てる時でも匂いには敏感なんだね。まあ、目が見えないからあんまり、どちらかっていうと匂いで反応してるところもあるのかな。あ、もう全部口の中入れた。今最後小さくなった途端口の中入れたね。これ持って帰るんだね。多分家に帰るかな。さっき寝てるところ急に起きたから、お、綿をちょっと調整して中に入って、あー、これは中にしまってこのまま寝ちゃうやつだね。おやすみ白玉、メリークリスマス。はい、じゃあ次はあんみつにあげてみたいと思います。あんみつはね、多分家の中にいるんだけど結構起きてること多いです。今も多分起きてると思うんだよね。はい、じゃあ白玉と同じようにこちら三角形のチーズをあげてみたいと思います。お、出てきた。あんみつ反応がいいね。今日は相変わらず前回からあんみつは調子がいいですね。お、食べる食べる食べる、どうぞ。
ちょっとあんみつはね、すぐ家の中持ってっちゃうからね、ちょっと手であげたいと思います。結構かなり慣れたんですよ、もう手でこうやって食べるようになったんでおお、かじるね。あんみつは前回から結構調子いいね。全然ビクビクしてない。いっか、いえ、いいよ。じゃあ、はい、あげる。どうぞ。どうぞ。はい。お、見つけた。多分一気には口に入れられないだろうから、ちょっと砕くと思うんだよね。あれ、意外に食べないな。こうした方が食べるかな。いつもこうやって結構あげてるんで。あんみつ、あんみつ意外にチーズそんな好きじゃないかもね。はい、こっちこっち。あれ？そんな好きじゃないのかな。あ、意外に。あ、でも、あ、ちょっとかじってるね背中に見せちゃってて見えないけど。あ、落ちた。あみつちょっと見えないな。はい、どうぞ。ちょっとだけ食べたけど、あ、食べた食べた食べた。結構ね、あんみつはこう手渡しで食べさせることが多くて、手に乗ってるやつはね、食べ物だっていう認識があるのかな、食べてくれたりするんだけど、なんだろう、あんまりチーズそんな好きじゃないのかな。いつも違う餌は結構食べるんだけど、これはそんなに反応がないね。白玉みたいな食べ方はしなかったね。一応ここの餌の中に入れといてあげよう。はい。メリークリスマスあんみつ。はい、というわけでですね、今回はクリスマスプレゼントで白玉とあんみつにチーズをあげてみました。白玉は大興奮だったんですけど、あんみつは少し食べて終わっちゃいましたね。多分結構昔から白玉はこうずっと前から食べてるものを好んで食べる性質があるので、もしかしたら初めての食べ物だから反応が薄かったのかもしれないね。はい、また次回白玉とあんみつの動画楽しみにしていてください。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あと白玉あんみつの Twitter、Instagram もやってますので、フォローの方お願いします。じゃあ今日はここまで。チーでした。